ヒカキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、ヤマタケミントチャレンジ2回目です。ずっとヤマタケ待ってましたよ。今ここまでたどり着くまでに唯一負けてるヤマタケチャレンジのミントチャレンジですね。今回も以前負けた時と同じパーティーでいきたいと思います。ちょうど今お量が出てると思われます。で、並び順も同じでいきたいと思います。出てるよね、出てるよね。よかった、出てる。いや、助かるぜ。以前と同じパーティーです。それではいきます。ミントチャレンジ。よし。でね、以前の動画見返したり、上手い人の動画見たり、こういろいろ勉強したんですが、まあ、前回のやつもね、ハンターキングのやっぱミス、ボスの緑ゲージでミスんなければいけたんじゃないかなって思うんで、まあ、ほんと前回のように途中までいければいいなと思っております。いきます。はい。おー、なんかね、まだ数週間、2週間ぐらいしか経ってない気がするんですけど、前回の撮影から久々な感じがしますね。イザナミの次くらいに好きですね、ヤマトタケル。そう、ここでまずミントを迎えます。で、スピードがめっちゃ速いんで気をつけてね。速っ。同じことし、やっぱ速いな、ミント。同じことしでかしそうになっちゃったよ。はい、45度、完璧だぜ。うん、やっぱりお量なんですよね。それも、あ、前回ってもしかしてお量ってワクワク食べてないかな。ワクワクの実がお量にも、こうお量も食べれるようになって、この子は同ヒット型の攻撃力1250アップ。いいじゃん。ミント以外が1250アップしてる感じ、素晴らしい。はい、冷静に見ていこう。クシナダ右下、ハンターキング走行でしょ。お量も右下いけるのか。まあにしても、まあ大丈夫でしょうね。この角度ちょっと苦手なんだよな。はい、はい、よしよしよし。うわ、よくねえし。やっぱね、それ苦手とか言ってるとこうなっちゃうんですよね。はい、それ以外ちょっとかね、確実に決めていきましょう。 OK。 んで、ミント、串灘引っ張って少しでも食らわすとかっていう手もあるかな、これ。あー、ダメージウォールが痛いけど、多分焦げて止まるんで、こういう感じで全然むしろ届かねえし、んでちょっとやばいぞ。待ってよ、ハンターキング左下いけるから、あ、大丈夫だね。お量でここ入ります。 OK。 いい感じ、いい感じ。いやー、もうね、ミントが一番怒ってますからね。僕よりもミントが怒ってる。勝たせてあげないと。よし、これでハンターキングで突破かな。はい、オッケー、ここで。はい、オッケー。バトル3。まあ、この次の鬼から勝負かな。まあ、鬼でちょっと考えたのが、いつも次のでかい鬼がいるところで、お寮で雑魚全部倒して、ボスにも、食らわしたらいいなと思ってるんですが、最悪、ミントのストライクショットが溜まっていれば、鬼の爆発、一撃必殺も抑えることができるなぁなんて思ったんですよね。いろんな戦い方があるかなぁと。あー、そっか。レーザーバリア。うん、こういきますか、素直に。ぜーお寮。やっぱこうね、ダメージウォール出てくるフロアでも万能ですよね、オリオって。いつか当てたいモンスターだな。はい、まあ、貴族生の中ではやっぱ僕は一番好きですね、オリオがね。とんでもない一発があるわけじゃないけど、まあ一発あるか、ストライクショットがね、強いし。ちょっと結構食らってるぞ。うーん、角度が冴えない。入れ、どっか入って。入らない、ちょっとやばいぞ、おい。ちょっとやばい、やばい、やばい。ここはこれ入れるから大丈夫だけど。え、ハンターキングが右に行ったぞ、おい。なんだなんだ、ちょっとおかしい感じになった。キンハー、キンハーだけど、やばくねこれ。お寮、お寮もちょっと入りづらい位置にいる。え、ちょっとやばいよねこれ。ちょっとどころじゃねえっていう。やばいな。
次お寮、その次クシナダ。食らいたくない、食らいたくないぞ。こうでこいつ、あ、まだ生きてる。よし、考えろ。クシナダ、次左上入れるということで、ここ入れるかな。いけ、よし、オッケーオッケーオッケー。ちょっとクシナダがずれた。やべ、ここの鬼で似た。やばくないこれ。この次ハンターキング。あー、分かったぞ。ただ次の反射レーザー避けれるか分かんないんだよね。右からこういってハート取って、どっちか倒すだけじゃもう無理だしな。ハート取ってどっちかに入ってもらうことを祈るしかないか。これかなりピンチだな。そこ入ったらむしろもう絶望的。うん、絶望的だ。ハートは取ります。入ってくれ頼む。よしいやー、ちょっと前回よりもうまくいってないけど、危なかった。ここで終わるとこだった。危ねえ。まあね、ここ乗り切れたからこそ勝ちたいね。よし。で、次がもう、お寮打つんで、どうしようかな。お寮始まりを、前回ここでね、すごくこだわったんですよね。まあ、他のやつも溜まっててもいいんで、ちょっと、待ちます。はぁ。一回ちょっと落ち着かせてね、心。ふぅ。時間はたっぷりあるんだ。下がっていきましょう。あー、ハート取っちゃったけど。まあね、こいつすごい一撃を持ってるわけじゃないんで。おーっとっとっと。ちょっとこれきついな。はい。右行くな、右行くな。怖い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 。ミントも早いんで怖いですね、これ。ただ、ホーミングがいないんで、こうやって粘るとき便利ですね。あ、やばくね。あ、セーフ。うん、これ、クシナダももう溜まるね。お寮始まりで行きますかね。あ、お寮になっちゃった。ちょっとそろそろ粘るのきついくなってきたな。ハンターキングのね、この拡散弾があるんで。あ、でも全然大丈夫か。で、クシナダ。よし。ミントで倒すの難しいよな、結構。ミントで倒せないような気がするな、これ。ハンターキングで行っちゃうか。いや、行きたくない。まっすぐで。でもミントで倒せないかもしんないんだよな。まあ、行っちゃうか、行っちゃいます。はっ。オッケー。おっと、これ挟まんないよね。左下お寮なんですけど、挟まらないことを祈る。オッケーオッケー。めちゃくちゃこれ、食らってるよね。ただ、上食らわせられるね、これ。はっ。ナイス！お、倒せた。お、これ使わなくてもいいんじゃない？クシナダも入れるかもしれないし。うん、使わないで行ってみようか。中ボスで使っても多分大丈夫なんで、お寮は。あ、大丈夫じゃないか。まあ、でも使わないで行けるなら行こう。はい。オッケー。お、いいぞ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 。オッケー、倒した。で、拡散弾来て、次移動ですね。この中ボスの下の位置が移動なんで。これはちょっと壁目のが入れるんだよな。入れ。あー、入れない。そう、これがね、恐ろしい。移動して、こうすると鬼が倒しづらくなるんですよね。この次ミント。あ、でもその次のお寮まで大丈夫。ちょっと鬼を倒しに行きます。お、いけるかもしんない、これ。お、お、ミント、ミントの友情コンボで。これミントで倒せんじゃない、鬼。ラッキー！届け！倒した！ミント頑張ってる。ここは、お寮のぐるんぐるんなんですけど、
ハートは残しておきたいんで、これ移動、次、鬼移動しながら拡散弾なんで、こんくらいかな。あえて薄めにやって、はい、あー、そっち行っちゃう。取っちゃうし、ちっちゃい方育てるしかないですね。入りたい。ここ入れればぐるんぐるんの対象に。ぐるんぐるん、あー、出ちゃう。歌取っちゃう。これは、やばいやばい、ホーミングは痛いんです。そこ出ちゃう。そしてそこ出ちゃう。攻めるか。これ直でこう入りたいんですけど、あ、でも弱点があるから入った方がいいですね。こういって、ぐるるって入るのが多分いいっちゃいいんですけど、直で入ります。弱点があるんで。一発を狙いに。そして、お量が超いい位置にいる。せい！あー、やっぱ出ちゃうか。やばいぞ。ミント。お、食らわない。ミントで。うーわ、失敗したー。これはそろそろ使うべき時かな。これ下入れないっすよね、さすがに。使います。ハンターキングもいい位置にいるな。最初から使ってりゃよかった。はい、逃がさへんえ。入れないけど、よし、オッケー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 、バッチリです。狙い通りです。で、ハンターキングが左下で中ボスの中に入ってるんで、弱点下に来ないかな。で、左下の7ターンが爆発なんで、てかクシナダも入ってるし、薄めで一気にボス、オーマイガーガガガ、最高。これ突破したんじゃないかな。なんとか左には行くな。うっ、よっしゃ、行きやがったぜ。よーし、来たな。最初からピンチとかあったけど、来れましたね。ミント始まりか。いきなり遅らしちゃうっていう手もあるね、これ。お寮で、お寮どこだ、あ、お寮で左下入れて、串灘で右上入れると。遅らせる必要ないね。とりあえず十字だけ避けるようにしてですかね。左下の3ターンが十字で、上の2ターンが、こう狙ってくるピューンってレーザーですね。まあこの辺にいるのが安全かな。少しでも鬼に食らわせるっていうのが今頑張るべきことか。ってことは、お量半金な感じかな。いきます。ほっ。え？え、倒したし。次はハンターキング。メテオが来て、あー、そっか、お量が今度逆に、そうなってしまうのね。どうしよう。これ、山竹、マッチショット狙えないかな、これ。狙うだけ狙ってみますか。確か、サイドは上向きだ。上向きが入りやすいような気がしたんだけど、これが平行だと考えて、こんくらいで、はっ、ああダメだ。ああ、そして十字受けちゃう。怖い怖い怖い、やばいぞ。オリオの次はクシナダ。あ、でもクシナダで倒せば耐えられるかな。ハートがちょっと出ないね。はい、よし、十字を、ああ、よかった。俺を重ねる。ハト！よっしゃ！左のレーザーの、反射レーザーのザコは絶対倒したいので、で、次の、ピューンっていうピューンっていうレーザーだけ避ければ、ハート金にできるんで、ここはこうですかね。ちょっと下でワンウェイレーザー当てらなくなっちゃうんですけど、こうでいきます。せーの。で、スピードアップも取りたい。ハート取っちゃいたくない。あっ、うわ、2部マッチッチ、2部マッチッチだよ。で、ピュンピューンが来て、この次に金ハートになるので、うわ、ミントもあるね。ただ次で金ハートになったらお量か。これで引っ張って左行ってから右で弱点貫き、せーの、うっ、あー、ちょっと失敗した。十字食らう位置、ハート取んないと、ジ・エンドです。ハート！よし。よし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 。
あー2匹受けちゃうかもこれ。あーダーハーでしょこれ。ただ攻撃力アップがあるんでまずクシナダで取ります。でクシナダの友情コンボこれで強くなったんで多分これで勝てるはず。ただ半金始まりにしたかったんだけど無理なので、これで右入っていってもダメか。あ、大丈夫かなこれ。こんくらいまで上げると左入っていけるかな。跳ね返って戻ってきてしまうとやばいんですよね。どうしよう、ちょっと待ってよ、冷静に考えろ。こういって、こういくと、あ、こういった方がいいか。でハンターキング攻撃力アップ取れるかな。ちょっと待てよ、ちゃんと考えろ。いや、こっちの方が危険だでしょ。横の方が絶対いいんで、これで右行ってもう一回左行く感じ。こんくらいでいきます、せーの、ほい。あ、やべ、あ、よかった。よっしゃ、よし、ミントで送らそっかな、これなかなかの才能だ。ミントが褒められております。んで、あ、ハンターキングめちゃくちゃいい位置にいる。最後までミント取っておけたら最高だな。そしてハンターキングを触りたくない、もう。で、ミントが十字レーザーにももう食らいたくもないんで、もうこっちの方行ってますかね。はい、はい、オッケー。メテオが来て、お涼、もうここは、うわ、クシナダのね、今攻撃力上がってるから、すごいちょっといじくりたいのだけれども、ここは我慢。はいでー、しゃ、あー、もったいない感じ。ただ十字は避けている。この位置は十字は避けております。クシナダも使いてえけど、こっち行きますか。はい、おっとっとっと、ちょっと邪魔、あぶねえ。え、あ、そっか、全然パ、うーやべえ。これは使えねえ、やべえ、超やべえ、やばすぎる。使うしかないかな。でもこれ使って出て、なんかもう入ること祈るしかないか。うわー、またここかよ、鬼の移動をね、把握してなかった。出れることを考えて、に当てる。クシナダも引っ張りたいけど、それよりかは鬼を2体とも止める。せーの、はっ、よっしゃ、やりやがったぜ。すげえいい時にミント来たな今で。クシナダ使えるから、お涼はこの辺に絶対にいたいので、これ横勘とかにしときますか。来た、あれ、そうか、ハンターキング使っちゃったのか。使います、使いたくねえけど。あれ、この鬼でも移動だよな、この鬼移動だけだ。使いません、使わないで、ここをすっごい不安だけど乗り越えられれば、最後クシナダと俺を残せるんで、ここに入って次の半金でとどめを刺すと。いけ、くわー、うわー、やべ、あ、力が入りすぎて今目の前が真っ白になった。危ねえ。しゃーしゃーったぞ。これで左下入れるな、これ多分。せーの、よし、よし。え、なになに、ジャイアン相棒、何、
見て見て、メテオ分の HP がなかったとでも言うんですか？そんなひどいことってあるんですか？うわ、超勝ったと思ったな、今。そっか、そんな落とし穴があったんだ。マジで、ちょっと勉強しようか。どんくらい食らうんだ、あれ。マジ？くっそー！マジか。メテオ。全体で約2万のダメージ。え？なんで死んだの？ちょっともう一回見返したいんだけど。左下入れるな、これ多分。せーの。よし！最後までご視聴いただきありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。 PC タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押していただければ登録できますので、ぜひぜひよろしくお願いします。その他、私ヒカキンの LINE 公式アカウント、Twitter、ブログのリンクもこの動画の概要欄に載せておきますので、ぜひぜひ友達登録、フォローなどお待ちしております。バイ。